あ、ごめんなさい。大丈夫かな？みんないる？みんな大丈夫？あ、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、今ね、ミッツマングローブさんからお電話があって、ごめんなさい。このタイミングでみっちゃんから電話ってすごい超おかしいんだけど。はい。はい。そうなんです。電話がありまして。はい。すいません、すいません。はい。まあ、ちょっとすぐこれが終わったら、みっつさんにね、書き直したいと思いますけれども。で、で、飛んだ、あ、そうそう。明日の、夜の7時から、年末にね、行われた国際フォーラムであった、ライブプライドの映像が、なんと公開されます。明日の7時からプレミアム公開されるのかな。本当に昨年12月に八方不備人で、松戸谷由美さん、ミーシャさん、中村あたるさん、清水美智子さん、それから清高さん、とかね、もちろん星屑スキャットさん、それから、ワイワイのお二人とかね、本当に、待って、今すっごい言い忘れてたら本当に嫌。大丈夫よね、今抜けてないよね、誰もね、大丈夫よね。はい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 、大丈夫なはず。はい、ありがとうございます。で、そういうそうそうたるメンバーの方と一緒に、お届けさせていただいたライブプライドというね、本当にすっごいいいイベントだったんです。で、もう我々も初めて、しかもね、本当にユーミンさんのバックバンドをされている方々の、演奏で生バンドで歌わせていただきまして、で、さらに最後には全員の歌があったりとかね、本当にすごい素晴らしいイベントでしたので、ぜひ皆さん、もう行けなかった方もぜひ明日のからの配信、ご覧いただければと思います。すごい私登場シーンでものすごいたけりまくってるというか、なんか自分として何をイメージしてたのかなっていうのがなんかよくわかんないぐらい、すごいなんか何すごい叫んでるんですよ、私出てくるとき。まあそういうところもね、あ、これかみたいな、皆さんぜひ見て、あ、確かになんかおたけび上げてるなみたいな感じでちょっとね見ていただければと思います。はい。で、そんな、プライドウィークの、何でしょう、ね、にふさわしく今ね、何歌おうかなというふうにちょっと迷ったんですね。で、先週は見上げてごらん夜の星をね、歌って、で、てるさんといういつも私のそのカラオケ音源を作ってくださる方が早速、見上げてごらん夜の星をのカラオケ作ってくださったんですけれども、ただなんかそれはちょっとね次週に取っといて、今週はまあプライドウィークなのでちょっとですね、オーバーザレインボーをねちょっと歌ってみようかなって思っています。で、これはうん、YouTube になんかちょっとOKがあったのでこれでいけるのかな。いいのかな、もう著作権とかも本当によくわかんないですけど、まあこんなOKの方でオーバーザレインボーをねちょっと歌ってみようかなと思います。Somewhere over the rainbow, way up high, there's love that I... ごめんなさい。ダメ。もう一回やります。ダメ。こんなんじゃダメ。全然ダメでした。はい。あ、もっちありがとう。ちょっと待って、うんうん、ちょっと待って、本当に、はい、もうね、違う大きいんですよ。いいのかな、こんなんで。あ、これが、これじゃないよね。これ
これすごい広告が流れてる。あ、リハです、リハです。はい、ごめんなさい。はい。待って、これダメな気がする。もう一回さっきのにします。ごめんなさい。もういいや。はい。すいませんね。Troubles melt like lemon drops away up of the chimney top that way you find me somewhere over the rainbow rivers fly birds fly.ダメだ。はい、終えられませんでしたけど、まあこんな感じですよ。はい、アカペラでやった方が良かった。はい、でもまあすいません、ありがとうございましたね、お粗末様でした。ちょっと悔しかったので、もう一回いつか、リベンジしたいと思います。あ、ナナピありがとう、見てくれてありがとう、ありがとうございます。はい、あ、今日はほんとしまんなかったな。アカペラの方がいいな。なんか、はい。では、皆さんね、本当にもうすみませんね。締まりのない終わりですけれども、明日から、あ、今日からのゴールデンウィーク、ね、お家の方がほとんどだと思いますけれども、今しかできないこと、いろいろあると思いますので、本当に体に気をつけて、いっぱい食べて、いっぱい寝て、そして、やりたいことをいっぱい今のうちにやってしまいましょう。はい、この後ね、キャンピーバーさんの、キャンピーバーさんっていうと おばあさんみたいですけど、配信などもあるようですので、で他のドラァグクイーンホイちゃんとかドリアンとかもいろいろ多分やると思いますので、いろいろと掛け持ちしながら、楽しんでいただければと思います。今日も、お付き合いいただきありがとうございました。エスメラルダでした。それではまた、ありがとうございます。はい、あ、そう、ドリアンのメイクアップレースもね、はい、そうですね。よろしくお願いします。そうだ、3つに電話しなきゃ。ありがとう。じゃあ、今日はちゃんと着るようにします。